初めてのゲーム実況はクソゲーだった。今日はですね、噂のクソゲーをやりたいと思います。野田ゲーというね、僕の後輩のですね、マジカルラブリーの野田くんがですね、ゲームを作れる才能を持ってましてですね、これを携帯でやってみたいと思います。いきますよ。パチッ。さあ、ブロック崩して、ブロック図ですね、略して。これがですね、本当に難しくてですね、この私のイラストがあるんですけども、これ無料で皆さんダウンロードできるんで、まあまあまあ、とにかくどういうゲームかやってみましょうかね。スタートはブロック崩して やってる、邪魔しちゃいけないねということで、このブロック崩しを勝手にやるので、それを邪魔しないようにこうやるわけですね。デッカちゃんにこう邪魔しないようにね、こう避けると。これね、意外と簡単そうに見えるじゃないですか。なんだよこれ、簡単じゃんと思いでしょうが、これまだ一回もクリアしたことないです。どんどん速くなるんですよね、このスピードも上がって。んでこのボールに当たっちゃうとですね、えらいことになるんですよ。この下に残りでっかって書いてますけど、これがですね、当たっちゃうと、あ、どんどんでかくなるんですね。でっかちゃんだよって。でっかちゃんだよ。で、へったちゃんだよって言って、これです。これをね、今日クリアしたいです。この、せっかくカメラを回してるんで。ねえ、これをなんとかクリアできないかな。結構ね、この端にいたら大丈夫です。でもね、あ、これダメだ。なかなかですよね。こうね。おい、危ないよ。いや、これ、ここでクリアしたらかっこいい。ああ、もうでかくなったら無理です。でっかちゃんだよ。ああ、これ、もう無理です、無理です。でっかちゃんだよ。でっかちゃんだよ。へったちゃんだよ。これ、皆さんに、無料で、ね、すごい時間の暇つぶしになるんですけども、ダウンロードしてもらう皆さんに忠告ですけども、僕のこと嫌いにならないでください。これもう、デッカちゃんだよっていうのは、もう、ギャーってなりますんで。でもこれ楽しいんでね、ちょっとこの画面でクリアしたいな。無理かな。もうね、遅い時はこう避ける、もう速くなってたらちょっと厳しいんですよね。なかなかあんま動かない方がいい時もあるんですけど、ほら、お、はいはい、あ、くるくる、よいしょ、お、あ、いいんじゃない、あ、危ない危ない危ない、あ、怖い、来る、あ、危ない、おお、あれ全然当たんない、当たってくれ、あれ全然当たんないよ、ブロックに当たんない、あれ、あー、やばい、見つかった、デッカちゃんだよ、デッカちゃんだよ、ヒッタちゃんだよ。これむず、いやー、これはむずいですね。ぜひ皆さんクリアしたら僕のツイッターなり教えてください。
ゴールしたときはこのヘッタちゃんが何かに変わります。ああもう一回やろうかな。これラストラストじゃんラストね。これちょっと本気出す、集中しますね。なんかいい場所あんのかな。絶対ね、ここら辺に落ちるときは絶対ここにいたら安心なんだよな。やばい、結構ね、この顔の輪郭セーフかと思いきや意外と四角いこの黒いところも当たってもダメなときあるんで注意しない。あぶれ、あーくそ、ここまだいける、ここまではまだいける、この常に動かそう。あ、やばい、もうこうなると無理です。デリカちゃんだよ。嫌いにならないでね。あの下の概要欄にあのこのダウンロードのリンク貼っとくんで、よかったら、Android もできますし iPhone でもできますんで、ぜひ他の野田ゲーもねクソで面白いんでやってみてください。